どうも皆さんこんにちは、チャックマツです。今私はタイ・バンコク・スワンナプーム国際空港に来ております。本日はですね、 JAL のビジネスクラスに乗って東京羽田空港まで行きたいと思います。こちらはですね、エアバス 350-1000 のビジネスクラスを乗る旅で、事前でね乗っている路線ということで、多分もうね、あのエアバス350の、羽田ニューヨーク路線もう動画出てると思うんですけども、ここはねまだ動画出せてない部分っていう風になりますんで、まあいい感じにね比較できるのではないかと思います。今回もね、スタッカード式の JAL のビジネスクラス777のスカイスイートになってると思いますので、どんな感じで違うのかっていうところもね、楽しんでいただければなと思います。で今ね昼の11時半で、今日の、フライトが9時半ということで、まあ約、ね、半日ぐらいあるわけなんですけども、もうね制限エリアにいて、今ねシンガポールから乗り継いできたので、そのままね乗り継ぎで、こちらに入って、夜のねフライト待って搭乗っていう風になります。で JAL のね指定ラウンジをまだ聞いてないんですけども、確かミラクルラウンジじゃなかったのかな、違ったでしたっけ、ちょっとねそこを確認してないんですよね。でまあ今ね Wi-Fi もまだ繋いでないんで、調べもできないということで、とりあえずねここにオマン航空のラウンジありますんで、このオマン航空のラウンジ非常にいいんでね、ここでちょっと Wi-Fi 借りつつ指定ラウンジ等々、ね、見ていきたいなと思います。ひとまずね汗をかいて、着替えをね、シャワーも見たいし、着替えもしたいしということで、早速行きたいと思います。ということでオマン航空のラウンジ入ってまいりました。プライオリティパスで2時間ですね。でここら辺もリクエストで貸してくれるんですね。シャワーキャップとかシェービングフォームとかね、ここにドライヤーがあって、ここにティッシュがあって、ゴミ箱でタオル、石鹸、歯磨き、歯ブラシはついてるんですね。はい、であとタオルと、はい、で結構ね広いシャワールームになってるんでいいですね。で中には特に何にもないのね、はい、アメニティ系は何にもなし、でも、シャワーは2つついてますね、はい、でも清潔でいいんじゃないでしょうか、まあ、この石鹸を使ってくださいみたいな、そんな感じですよね。ということでちゃちゃっと入って、全身で、ね、着替えたいと思います。では前回もやりましたけども、ここのラウンジはちゃんとシャンパンが反射してる、シャンパンがあります。はい、いただきましょうね。はい、あとリキュールです。すごいですよね、ジョニーウォーカーのブラックラベルとかゴールドラベルとかありますよね。でグラスとコーヒーマシンで、下にお水です。お水ももらおう。あとこっちにビールとかスプライトとかもあります。でこっちに食べ物で、サンドイッチからフルーツサンド、シーフード、あシーフードカレー、照り焼き、チキン照り焼き、これは焼き鳥ですね。うん、そう焼き鳥とかあるんだ、あります。めちゃくちゃ美味しそうですね。ということでこれとお水ね、はい、シャンパンも持ってきました。ね、2時間ここに入れるんでね、しばらくここで空いてるんでね、ゆっくりしたいと思います。そしてスパークリングワインじゃないシャンパンいただきます。ちょっと苦めだけど美味しい。ということでしばらくゆっくりしたいと思います。いや疲れてきましたね。それではラウンジ出てまいりました。2時間が経過しましたんでね、では次はですねキャセイのラウンジもあるみたいなんで、キャセイのラウンジ行ってみましょうか。まあ、すっとぼけてたんですけど、 JAL の指定ラウンジは普通に桜ラウンジですよね。私がね勘違いしてて、前回ね JAL で到着したんですよね、はい、出発したのは ANA ですね。 ANA の指定ラウンジがミラクルラウンジだったということで、とりあえずキャセイパシフィック行ってみたいと思います。やってんのかな、あでもやってそう。まあちょっと入れるかどうか聞いてみましょう。ではラウンジに入ってまいりました。ラウンジは横に長い感じ、あ広いですね、かなり広めで、利用してる人も全然いないですね。なんでだろう、6時半に閉まるみたいなんですよね。うん、あでもここは見晴らしがいいですね。はい、こんな感じになってビジネスデスクとかもあって、ゆったりできるスペースとかもあると、そして飛行機までバッチリ見えます。いやいいっすね、いやいい。でヌードルバーもあるみたいですけど、ヌードルバーはどこにあるんだろうな。
でもせっかくなんでヌードルバーを頼みますか。食べ物はこっちですね。あ、こっちに食べ物があります。ハンバーガーとか卵サンド、サラダ、ハム、ブドウとか、いいですね。美味しそうですね。はい。で、こちらにコーヒーとか、TWG あります。で、こちらに、あ、ケーキとかもある。これはいいですね。で、こっちにフルーツとかクッキーとかも置いてあります。おしゃれですね。これですね。これがメニューです。ワンタンヌードルスープ、チキントムヤムクン、ウィズライス。まあ、いろいろありますね。はい、せっかくなんで何かいただきましょう。はい、ということでシャンパンだけいただいてまいりました。ちょっとねヌードルを頼もうと思ったんですけど、ワンタンヌードルはエビが入ってるということで、ちょっとね食べれそうもないんで、シャンパンだけいただいてちょっとゆっくりして、次のラウンジ、桜ラウンジ、まあ3時ぐらいにねオープンすると思いますんで、まあそれまでここにいますかね。はい、ということでゆっくりしたいと思います。それではキャセイのラウンジを出まして、今ね桜ラウンジに向かっております。いや本当にバンコクのスアンナプーム空港はラウンジだらけでいいですね。うん、いろんなのが楽しめますね。ここにはターキッシュエアラインズラウンジがあります。ここは使ったことがないな。で、反対側にはチャイナエアラインのラウンジもありますね。ということで、桜ラウンジクローズしてる7時5分から開始ですね。あと1時間ぐらいやらないですね。ということで、どうしようかな。まだ行ってないラウンジがありますんで、そっちに行きましょうかね。はい、エールフランスのラウンジとかもありますん で、そっちを見に行きましょう。いやでもタイバンコクにこの桜ラウンジがあるっていうのは不思議ですね。では行きましょう。ではミラクルラウンジとエールフランス、どこがいいですかね。まあそこにオマンコグのさっきいたねラウンジがあるんで、そこでもいいんですけども、まあせっかくなんで違うラウンジ行きましょうか。ではサクッと見てラウンジ行きたいと思います。それではエアフランスのラウンジ到着いたしました。プライオリティパスで使えると思いますんで書いてありますね。はい、前回ダメだって言われたら何だったんだろうな。普通に使えそうですね。ということで行ってみたいと思います。では中入ってまいりました。こちらがキャロットスープ、パン、そしてこちらがと、パン類ですね。で、飲み物、ジュース、これはあったかいお湯、コーヒーマシンは調整中みたいですね。で、こちらにコーラとかスプライトとかジュース類が入ってます。アイスもあると。で、チキン、お米もある。ああ、充実してますね。で、焼きそばみたいな。で、リキュールもたっぷり。スパークリングもちゃんとあります。いやー、いいっすね。どこのラウンジも。で、こっちにはね、巻き寿司とかもあるんで。いいですね。美味しそう。うん、ちょっと食べてみますか。パスタとか、パンとか。ケーキとかもありますね。マカロンも置いてあります。はい、こんなところでしょうかね。野菜はちょっといただきたいですね。ラウンジの中はこんな感じ。結構縦長で広くていいですね。シャワーブースもあります。奥はこんな感じ。では軽くいただきましょうか。ということでいただきましょう。まあ、せっかくね巻き寿司があるんだったら、まあどんなもんなのかってのはちょっとね気になるところですよね。こ
これは何入ってない、周りに何ですか、飛び子みたいなのがついている。真ん中はこの黄色の何なんだろう。ちょっとわさびを乗せていってみたいと思います。いただきます。うん、意外や意外、チーズかと思ったらこれは卵ですね。うん、普通に美味しい。飛び子のプチプチがね、うん、うまいっすね。であともう一個これ、あ、気づかず2つ取ってましたね。うまい。これはカニカフェかな、うん、いただきます。カニカマとキュウリと卵、卵よく入りますね、うん、でもプチプチ出て普通にうまいですね、うん、醤油も普通に日本で食べる醤油とわさびも日本で食べてるわさびとそんなに変わんないです。これは生絞りっぽいですね、うん、身が浮いてるオレンジです。うまい。ではですね、もう一個ねちょっとやっちゃったんですよね、はい、ちょっとねカップラーメンがあったんで作っちゃいました。良くないなと思いながらね、でもこういうアジア系のラウンジあるとねあるんですよね、はい、ということでいただきましょう。海外ラウンジのカップラーメンに弱いんですよ私。もともとラーメンが大好きっていうのもあるんですけどね、はい、ということで、いや JAL のねラウンジでカレー食べようと思ってて結構お腹を空かせてたんですけど、あと1時間ぐらいやってないんでね、はい、これはしょうがないですね。ということでいただきます。最高ですこれスパイシーなねちょっと辛めのよくありますよね海外のラウンジで、激辛辛麺みたいな感じの、うん、うまい。ちょっと寒かったんでね、あったかいもの食べたかったんでちょうどいいです。はい、ということで、あとはゆっくりいただいて、あとね、7時5分から開始っていう風になってましたんで、まあ、ちょっとこれで1時間ぐらいねゆっくりして JAL の桜ラウンジ行きたいと思います。いやー9時半だったかな今日のフライトは、うん、7時5分まで開かないってなかなか厳しいですね。まあ、キャセイのラウンジとかねやってますけども、あそこもね6時半で閉まるって言ってたんでね、うん、なんともね、うん、もうちょっと早く営業してほしいですね。ということでちょっとあとゆっくりいただいて、まあもう食事はいいですかね、はい、ちょっと仕事したいと思います。それではエールフランスのラウンジ出てまいりました。もうね桜ラウンジが開いておりますので、そちらで搭乗時間までゆっくりしたいと思います。ここに来てだいぶ疲れがめちゃくちゃ眠くなってきました。この時間は清掃タイムですね。マッサージチェア、普通に寝床みたいになってますか。では桜ラウンジ到着いたしました。ここは初めて入りますね。行きたいと思います。それでは中に入ってまいりました。ラウンジは縦長のラウンジで、利用してる人も全然いないですね、うん、まあ営業時間が短いからかもしれないですけど、まあでもすごいですね、本当に桜ラウンジっていう感じがしていいですね、はい、電話できるところやシャワーブースとかもあります。でね、ロッカーとかもあります。まさに桜ラウンジ、チキンカレー、ウエスタンプレート、ミートソース、和御膳、丼、おつまみセット等々がいただけます。すごいですね、カップヌードルも食べれる。でこっちにはスナック類、パン、サンドイッチ、あと飲み物がいただけます。
飲み物もめちゃくちゃたくさんありますね。日本のお酒もあります。ポカリとかもある。 Thank you。 で、奥にも続いてると。結構でかいですね。初めて入った。あ、こっちの方が良さそうですね。うん、ここら辺で PC デスク使わせていただきましょうかね。はい、ということでちょっとゆっくりしたいと思います。それでは搭乗時刻になりましたのでゲートに向かいたいと思います。いや、約9時間ぐらいいましたけども、いや非常に快適でしたね。今回は G の3番ゲートから出るそうです。いや本当にいいですね。サンナプール空港はラウンジに困らないんで、お酒もご飯もずっと利用できますもんね。それではゲート到着いたしました。連合拳字盤ではなくて神スタイル。今日の機体はあれですねって言ってますけども、肉眼だと結構見えてるんですけども、めちゃくちゃ反射してるんで見えますか。こちらです。トリプルセブンですね。はい、ということでもうしばらくこの辺で待ちたいと思います。続きまして、ということで無事登場いたしました。今回はトリプルセブンですね。はい、ダッシュ3ですね。スカイスイート2です。はい、フルーダーアメニティがこう、ほら歯ブラシとか見てるんですね。でヘッドホンですね。でブランケットと枕かね。はい、お願いします。まあ、この際に荷物が入れるという感じですね。で、こちらに USB ポートもあります。こちらに安全処理とかスカイワードが入ってます。Wi-Fi サービスもありますね。有料です。モニターが窓は3枚です。いいですね。はい、こんな感じで約6時間ぐらいの経過と思いますけども、1月はいいですね。ぜひね、もう動画が出てると思いますけども、エアバスオードに出してセンと比べてみていただければなと思います。ヘッドホンと、あ、これはあれですね、新しいガウンですね。こうポンチョ型になってるそうです。でスリッパとブランケットと枕ですね。反対側はこんな感じになっております。今回の新しくなったヘラボトリーだったかな、ちょっと名前がここに書いてあるんですね。はい、ヘアルボニーの、これね、ランダムで色が変わるらしいんですけども、アメニティポーチね、非常におしゃれで、あ、いいですね。こちらをもらいました。これもランダムなんでね、はい、みんな違うと思います。で、新しくなったこの歯ブラシ、これ新しくなったのかな、うん、最近なんか変わりましたよね。はい、であとね、ヤバサンデゴにダッシュ線エンターテインメントガイドがあります。でまずここにリモコンがあって、ここはワイヤレスチャージャーになってますね。でここにイヤホンジャックと USB Type-C と AC があって、ここにこれがあります。
お水が入っていて小物になっててルームランプですね。ここにね入ってます。はい、とうとう来ました。山さんみずかしてナッシュ線来ましたね。はい、でここにね洋服がかけれるようになってこう締めれるという感じですね。で24インチの 4K モニターがあります。いやでかいなこれ、すごいですね。で見てください、この下もね、はい、今のこの先日のスタッフアートよりかなり広い気がしますね、奥行きがね。はい、でその下にもう1個荷物入れがございます。であと、ね、確かシューズボックスが、こちらはシューズボックスですね、あるんですね。はい、よいしょ、こんなところでしょうかね。窓からの景色はこんな感じになります。お向かいにはタイ航空の飛行機がありますね。夜景が非常に綺麗です。出ました。はい、ということで目覚めのマンゴージュースが届きまして朝食となります。それでは朝食が届きました。フルーツでチャーハンしか今回ね和食にしました。これが肉、和え物と漬物でお魚ですね。でこちらがお味噌汁です。ということでいただきましょう。やっぱりいいですね、めっちゃよく寝れました。あのです、いただいてあげます。鮭ですね、味噌煮込みみたいな、めちゃくちゃうまいです。で、トウモロコシご飯、トウモロコシご飯ってあんまり食べない、新鮮ですね、美味しい。これお肉じゃないの？あ、お肉だ。あ、ローストビーフなんだな、うまい。いや、どれも美味しいですね。朝食はすごくいいですね。チャーハンしかも、イクラとか乗っちゃってる、イクラ付き。あ、これはピチピチしててうまいですね。はい、ということであとね1時間40分ぐらいで羽田空港に到着いたします。まあ、お酒は今いいかな、連日ずっと酒飲むのすんね、はい、今回も機内はやめてきますか。ということであとはゆっくりいただきます。それでは本物もなく羽田空港終わってからまた寝てしまってまだ眠いです。ちょっと反射して見えづらいんですけども、地上がね見えてきてますね。 2,3 日をかけてまた羽田に戻ってまいりました。
それでは無事羽田空港到着いたしました。これから朝を迎えますね。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。今日は移動です。食べた後はワンワンダワイです。ありがとうございました。ということで無事ね羽田空港到着いたしました。やはりね JAL ビジネスクラススカイスイート非常に楽でしたね。今回ねタイバンコクから羽田経由のニューヨーク路線でこれ JAL 発券させていただいておりまして、航空券ね優勝で取っておりますんで今回ね、合計で20万円ぐらいの航空券を、さらにねマイルでアップグレードして、このバンコクから東京、東京からニューヨークね利用させていただいております。ということでまあおそらくねもうあのイナバ 350-1000 の方の、ね、ビジネスクラスの動画が出てると思いますのでいい比較に、ね、なれればなというふうに思うわけなんですけども今のねこの私はねまだあのイナバ 350-1000 まだ乗ってませんのでちょっと感想はまだ言えないんですけども今回ねこんな感じで非常にね良かったですね。またねこのバンコク路線にトリプルセブンがね導入されておりますんでねファーストクラスとかもね5万マイルとかで利用することができるんじゃないかな。かなりいいですよね。まあ、ちょっと飛行時間で4時間50分ということで結構短いですけどね。でもファーストクラスもね、ビジネスクラスも、たっぷり味わうことができますんでね。これはいいですよね。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それでは私はですね、これから、今朝の羽田6時なんですけども10時の飛行機をね、エアバス350-1000でね、ニューヨークに行きますんで。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。